皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。月曜日です。6月の今日は7日の月曜日、というわけで、東京のホテルから喋っておりますが、後楽園のホテル狭いんです。今僕も立って喋ってんのよ、これいい場所がなくて、なかなか、まあそんなむちゃくちゃ狭いわけじゃないんだけども、狭いんです。でいい角度がないんで、もう立って喋っております。で月曜日、今日僕何をしていたかというと、僕は東京ドームに行ってまいりまして、で後楽園水道橋にいるんですが、今日はね、これ全日本大学野球選手権大会、1回戦今日初日だったんですが、僕は東京ドームの担当で、今日の第2試合と第4試合ダブルヘッダーで喋ってきました。で明日もう1試合、朝の、第1試合ね、明日は、福岡大学対広島経済大学の一戦を喋ってくるんですが、それを喋ってすぐにこの、新幹線に飛び乗って、駆け込み乗車はしませんが飛び乗って、それで関西に戻ってきて、そのまま京セラドームに行ってジャイアンツ戦ということですね。まあ明日も移動ゲーム、僕にとっては移動ゲームなんだけども、まあ実況じゃないんでね、まだ夜がね、いいんですが、さて、今日月曜日、そう、試合のない心穏やかな月曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。いつもこんなこと言ってますが、今日はね、なかなか昼間バタバタしていてツイートもできなかったし、何もできなかったんですが、まあ、仕事していましたんでね。で今日は毎週月曜、週間 MVP プレイヤーオブザウィークを、選んでもらってるんですが、まあ今回細かく精査しておりません。皆さんの意見はざっと目を通してはおりますが、集計はしておりませんが、感覚としてバッターの方では紅林と福田選手が多かったでね、投げる方ではピッチャーのヒギンス、8回この人の安定ぶりが大きいという意見と、日曜日投げた増井投手のピッチング素晴らしかったというところで、まあ、バッターに関して言うと、もうこの2人ね、紅林か、福田選手かで、投げる方では、ヒギンスか、麻酔投手かっていうような感じの票が集まっておりましたが、まあ、僕の、まあ、裁量で決めていいならば、まあ、打つ方はやっぱり紅林かな、と思いますね。福田選手ももちろん頑張ってはいるんですが、やっぱり阪神戦の3試合で7打点だったっけ、あれも大きいし、でやっぱり3戦目 の勝ち越しの決勝ツーランホームラン、あれが効いてますよ。あれがあるから名古屋にいい流れを持っていけたっていうのもあると思いますんでね、やっぱり甲子園で勝ち越しを決めたあのホームランですよね。僕の中では紅林君を推したい、と思います。福田選手もありがとうっていう感じですね。で投げる方では僕は、まあ、ヒギンスもそうなんだけども、やっぱり麻酔投手かなとも思うんだけどもね、まあでもどっちでもいいやというわけで、今回は、僕の中では紅林と麻酔、皆さんの意見では、打つ方では紅林と福田選手、投げる方ではヒギンスと麻酔という感じで、まあ、ほぼそんな票が揃っておりました。まあ、そんな今回の結果でいい、ね、許してね、もう時間なかったのよ、大体。まあ、忙しいんだ、お前はね。基本忙しいの。ね、ちょっと時間があるときに神戸君といろいろやってるって感じなんですけども。でね、今日も結局さ、プロ野球チップス僕は見つけることはできなかったの。でね、土屋博之さんから頂戴しまして、いつもメッセージありがとうございます。プロ野球チップス第1弾、普通に売ってるものでは、総数119種類カードがあるそうですね。でそのうちオリックスさんは山本、足立、山崎幸也、山岡、伏見、田島、D 岡田、そしてこうタイトルホルダーの吉田正尚と山本の9枚あるらしいんですが、ですから確率は119分の9。大前さんの開けてくださいからのガッツポーズ期待しています。開けてくださいからのね、ガッツポーズ、神戸戦よりも早く笑いというふうに書いておりますが、ありがとうございます。そんな確率なんだ、119分の9。あー、なるほどね。ということは、まあ、当たらないことはないよね。ね。まあ、だから、それでも当たらないもんね。はい。でも僕は今、足立ちゃん引いたのよ。ね、足立ちゃん引いて、佐野さんが山崎幸也を引いた。で、誰か、山本投手引いてたね。誰かね。佐野さんだったっけ？
佐野くんだっけね。そうでしょ。だから、まあ、神戸さん明日買ってきてね、僕らの明日買いに行けないんで、家にはたくさんストックはあるんだけども、アナブースに持っていけないんで、神戸くん、業務連絡、明日必ずブレイクチップス買ってくるように、よろしくお願いします。別に早い電車に乗らなくていいから、いつもの電車に乗って、イオンモールに行ってください。よろしくお願いします。明日からジャイアンツ戦ですね。そうなのよ。で、明日からお客さんも入るしね。で、そう。で、僕のあのツイッターの方にもたくさん、ツイッターとか YouTube のコメント欄から、たくさん、ホームに帰ってきて6試合、さあ勝ち越してジャイアンツ、カポ倒すぞ、借金返済だなんていう能天気な意見がたくさんあるんですが、いや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 、そう簡単にはいかない。ビジターで勝ったからと言ってホームで勝てる保証なんかは一切ないからね。だから我々がもう一度ここで気を引き締めてね、ジャイアンツさん、カープさんと、まあ、この戦ってもらって、まあ、そこでなんとかいい勝負ができればというスタンスで臨んでいかないと、上から目線じゃ絶対ダメだし、パーリーグ最下位だからね。だからそういった意味では、うん、全部格上と思ってやらないといけないということになりますんでね、まあ、だからそう簡単にはいかないと思いますよ、ね。明日、まあ、でもあのお客さんがこう帰ってくるっていうのは素晴らしいことなのかもしれませんね。でもあの他球場ちょっと人すごくない？なんか東京ドームも結構たくさん入ってたし、あの甲子園は結構大きいんでね、7000人入ってもそう思わないんだけども、神宮とかさ、お客さんいっぱい入ってるし、横浜スタジアムもそうでしょ。まあそんな流れに今なってるのかなと、思います。で、今日大学野球は有観客ではあったんですが、もともとあんまりお客さん入らないんで、まあ無観客であろうがそれほど変わらないんですが、まあでも今日はね、ネットライクとやっぱり各球団のスカウトの方がいらっしゃいましてね、今日はあのマリーンズの榎木さんとお会いしました。あのずっと僕あのマリーンズやってる頃から、彼は、バッティングピッチャーやりながら広報の担当もされていたんでね、ずっとお世話になっていたんだけども、あの 2,3 年前からスカウトになって、今全国の担当ということで、いい選手がいれば全国飛び回っているということなんだけども、その榎木スカウト、マリーンズね、今日はネット裏で、今日お会いして挨拶できましたけどもね、この東京遠征来るときはオリックスの乾スカウトにも会ったし、なんかスカウトの方々、野球の戦いと別のところで皆さん戦ってらっしゃるんだなというふうに思いますね。試合だけがプロの仕事じゃないんだなということを、痛感いたしました。まあ、大学野球はね、まあ、しばらく続いて、3日目まで、東京ドームと、神宮と、まあ、併用して、まあ、その後神宮に移っていくんですけどもね、どこが日本一になるか楽しみな大学選手権、まあ、2年ぶり、去年はねコロナの影響で、大学選手権行われませんでしたから、今年は、開催できてよかったな。2大会ぶり、第70回の今年は記念大会なんでね、さあどこが頂点に立つのか、感覚も頑張れっていう感じではあるんですが、感覚いつ試合なんだろう、自分の担当じゃない、勉強しなきゃいけないんでね、自分が担当じゃない試合って案外知らないのね。というわけで、今日は1日終わりましたけども、明日第1試合、福岡大学と広島経済大学の試合を喋って、第1試合終わって、お弁当を食べずにそのまま、新幹線に乗り込んで、関西に帰ってそのまま京セラに向かっていきます。もうだからどうだろう、3時過ぎには京セラに入っていて、神戸くんと明日でもお客さん入るんでね、田畑さんもおそらく登場すると思うんで、どうぞ皆様楽しみにしてください。田畑美也さんのギターでの、リポートが明日はあるかもしれない、ちょっと分かんないですけども、でもお客さんが入るんでね、あると思われますが、だから明日僕は、ちょっと早い時間に乗ることができれば、新幹線ね、一回帰って車を取って、球場に入ることができればドライビングバージョン取れます。ウィズ田畑美和ね。だけど時間がなければもうそのまま、新大阪から、まあ、タクシーで大阪、京セラドーム入りますんで、そうなるともう帰りは電車になっちゃうんでね、ドライビングバージョン取れませんけども、さあどうなりますか。というわけで、今回の、今日の僕のリポートは特に何にもないんだけども、大学選手権で東京ドームに行ってきましたということと、プレイヤーオブザウィークは皆さんが選んだ、多かったのは、紅林、打つ方では紅林と福田、投げる方では、増井とヒギンスというこの名前が挙がっていたんですが、僕の中では、
紅林選手と増井投手というところから共にこう勝ち越しを決めるという大きな決め手になった2人ですからね、そこを選んでみました。まあこの週間 MVP プレイヤーオブザウィーク、まあまあ大変なんで皆さんまた選んで、気が向いたら送ってください。そんな話をしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。僕は今立って喋っておりますスタンディングスピーキングよ、そんな感じ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。今から明日の、大学野球の勉強をいたします。というわけで、ありがとうございました。東京でプロ野球チップスを僕は買うことはできなかった。すごく悔しい。でも119分の9ということを知った今、まあ、ちょっとこうやる気は出てきましたね。頑張って、また買ってみたいというふうに思うわけでありますが、神戸君何度も言いますが明日、よろしくお願いします。買ってきてね、なんとかアナブースで開けましょうね。最後までご視聴ありがとうございました。立って喋ってるんですよ、本当に狭いのよね。ありがとう。また明日。